はい、皆さんおはようございます。 YouTuber プロカメラマン A 名です。今収録しているのはアカスタバイブルの3回目です。アカスタバイブル3回目。アカスタっていうのは元麻布に最後あって、すごい歴史のあるレンタルスタジオ箱スタでしたので、皆さんもスタジオ A 名のホームページとアカスタのホームページと見てみてください。歴史ある箱スタです。でですね、今日は、はい、またこれ、はい、これね、帽子にもなりますけど、よくこうやっていろいろ遊んだりしてましたけど、これリフレクターの提灯です。提灯って、赤提灯の提灯。提灯の作り方を皆さんにレクチャーしていこうと思います。で、提灯っていうのはこういう風にするね。で、必要なものは、トレペと、トレペとトレペです。とあとカッター。カッターはまあスタジオマンもっと大きいの持ってます。今日は小さいのでやってみます。よーい、スタート。はい、提灯の完成です。何秒だったでしょうか。ちょっと切れ込みが足りなかったかもしれないね。ここ結構ここが難しいとこです。はい、これが提灯です。これピカっていうと直取るよりもやっぱり厚みがある分柔らかい光ができます。で、ここにスポットをつけたりスヌートをつけたり、グリッドをつけたりいろいろできますんで、グリッドに提灯つけたり、そういう直通よりも柔らかい光ができます。これ提灯です。これを解説していこうと思います。外しちゃいます。こうね、外れないようにでも綺麗にできています。で、まずトレペを直通よりもちょっと大きめに切ります。切りました。それをリフレクターに合わせて、これ表裏取れてもどっちでもいいです。こっちの方が見やすいかもしれない。これ入れて、入れて中のこのシワをね、大きんとになるようにします。割ともうグリグリ切っちゃうんだけど、ここが結構ギリギリだからね、いい音。これギューッとして型をつけます。型をつけたらそこでギューッと折り返して、また膝で押さえます。膝で押さえて、周りがそれなりに綺麗になるようにここを手繰り寄せます。それでセロテープ、これもちょっとずつ一応短いほどビリビリ巻いて剥がします。それでまたこれもずれないように、周りが肩がずれないように結び取ります。結び取って、はい、こういう状態になります。こうしないと、ここにグリッドとか、スポットとか、そういうの負けなくなります。で、中はこういう状態です。これを出してきて、出さないと、へこんだままでカッター切れないんで、出すときに破れるといいですね。出して、形を作って、ここで、切れるカッターじゃなくていけないです。これでまた突っ込みます。大体20箇所ぐらいは突っ込んでください。切れるカッターでやってみます。そーっとそーっと破れないように形を作って、これで提灯の完成です。はい、これ提灯です。で、ここにグリッドをつけたりいろいろできますね。小さい時もありますけど、小さいリフレクターよりも大きいのがやりやすいので、大きいので練習してから提灯を作ってください。以上、今日の提灯どうだったでしょうか。はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。
ろしくお願いします。ちょうちんでした。